トライスター K1、KC1、C1、C2、C2 アンペアケンブル空港を飛び立つトライスター KC1 ロッキードトライスターは1984年からイギリス空軍で運用されていた空中給油機及び輸送機。すべてブリティッシュエアウェイズとパンアメリカン航空で運航されていた民間の大型旅客機ロッキード L-1011 から500トライスターから改造された。 トライスターがイギリス空軍に導入されるきっかけとなったのはフォークランド紛争である。フォークランド紛争において現地部隊への輸送を担当していた C-130 ハーキュリーズは空中給油を必要とし、この給油任務には爆撃機から転用されたハンドレページビクターがついていた。しかし、この任務従事はビクターの機体寿命を縮めることになったため、 イギリス空軍は長距離運用能力を維持、向上させるべく、空中給油機や輸送機として使用する目的で、フォークランド紛争集結後にトライスターを購入した。調達にあたっては、当初少なくとも4機のワイドボディの機体を持つ、空中給油機兼輸送機の要求が出された。この調達要求が出されたのとちょうど同時期、イギリスのフラッグキャリアでもある、ブリティッシュエアウェイズは、 自社の保有する L-1011 から500型機の売却を望んでいたこともあり、6機をマーシャルエアロスペース社と共同で入札し、受注に成功した。1982年12月14日に最初のブリティッシュエアウェイズ機が発注され、1984年には追加で3機のパンナム機が発注された。導入された9機のトライスターは全機が ブライズノートン空軍基地に本拠を置く第216航空隊に所属したトライスター K1 の胴体後部空中給油装置が2機装備されているのがわかる購入された L-1011 から500は全機がマーシャル社で軍用機への改造を受けた9機のうち胴体後部にプローブドローグ方式の空中給油装置を取り付け兵員輸送と空中給油が可能な2機は 命名規則に従ってトライスター K1 と称された。この K1 の使用をベースに、さらに貨物輸送能力が追加された4機は、同じく命名規則に従って、KC1 と名付けられている。また、残りの3機については、平移輸送機であり、このうち2機が C2、C2 とはいくつか異なる。電子機器と内部構造を持つ、残りの一機が C2A と命名されている。 イギリス空軍では、イラクにおいて、地上放火から気を守るため、トライスターにフライトデッキの走行化都市構成、赤外線防害機の搭載を含む、コクピット改良、更新のため総額2200万ポンドで契約された、近代化改修プログラムを実施している。イギリス空軍では2010年代の中頃に、トライスターの退役を予定し、次期戦略給油機として、 新型機に更新されることとなった。この新型機については、イーズやロールスロイスを中心とする連合が、エアバス A330MRTT を、ブリティッシュエアウェイズやボーイング、ベイシステムズを中心とする連合がボーイング767の改造機をそれぞれ提案し、交渉の結果2004年1月に、イーズ連合が契約を獲得し、A330MRTT が、 ボイジャーの名称で導入されることとなり、2014年にトライスターは運用を終了した。しかし、アメリカ空軍の次世代空中給油機、選定計画である KCX における選定の混乱は、フスタプログラムにも混乱を招いている。トライスターと共に、イギリス空軍で空中給油機として使用されているビッカース v c 1 0の寿命が近づく中、こうした状況を受けて、 トライスターの改造、納入実績を持つマーシャル社は、余剰となっている、旅客機型トライスターを中古で購入し、空中給油機に改造することで、トライスターをさらに増備する案を提案した。マーシャル社の提案によれば、総額130億ポンドで、VC-10 の代替需要を満たすことができたが、この提案は、受け入れられなかった。アメリカ海軍の会、 A-18 ホーネットに空中給油を行う第216飛行隊のトライスタートライスターはその導入以来イギリス空軍が参加した様々な紛争に展開されている。1991年の湾岸戦争では2機のトライスターが空中給油機としてサウジアラビアのリアド近くに所在するキングハーリード空港に配備され残りの7機は ペルシャ湾とイギリス本国の間で輸送の人についた。1999年のコソボ紛争でも空中給油機として4機のトライスターがイタリアのアンコーナに展開している。アフガニスタンでもトライスターは VC-10 と共にベリタス作戦の支援に加わっており、同作戦ではアメリカ海軍の海 A-18 ホーネット戦闘機に対して空中給油を実施した。 直近では2011年に国連活動の一環としてイギリス軍が展開しているエラミー作戦を支援するため3月19日から20日にかけてリビアへ展開したトライスター K1 弦ブリティッシュエアウェイズのトライスター500であり貨物ドアを許さない空中給油機輸送機へ2機が転換されたトライスター KC1K1 と同じく弦ブリティッシュエアウェイズ機で 空中給油機、貨物機、輸送機へ4機が転換された。トライスター C1 弦ブリティッシュエアウェイズ機の輸送機、1機のみ。トライスター C2 弦パンナム機で、輸送機へ2機が転換された。トライスター C2A 元パンナム機で、C2 とは異なる、電子機器を搭載した、輸送機、1機のみ。出展、ザインターナショナルディレクトリオブミリタリーアークラフト。 r a f t r i s t a r p a g a、I r l I n、e a i r l i n e e r e s トネット初見性能。ありがとうございます。